時は西暦2205年、歴史改変を目論む歴史修正主義者による過去への攻撃が始まった。歴史を守る使命を与えられたサニワによって霊気された最強のつくも神、刀剣男子。三日月宗近、小狐丸、乱れ藤四郎、蛍丸、この柳生の地で権限していた。これはそんな彼らがとある本丸を舞台に、サニワ桜花が夢女として炸裂しているお話であります。じゃあ第一部隊、隊長三日月宗近、小狐丸、乱れ藤四郎、蛍丸、それでは出陣してください。
私の夢を叶えてくださりありがとうございます。楽しかったね。